日本全国の鹿を愛する皆様、こんにちは、メロンです。はい、今日はですね、リン酸 AK 埋没剤の選び方という動画をですね、皆さんにお届けしたいと思います。はい、今日の動画ですね、対象となる方は基本的には歯科技工士の方になると思います。鋳造をやられる方ですとか、それから実際埋没剤をですね、どのメーカーさんの埋没剤を使うかというところをね、決める、責任者の方、こういった方にもですね、改めてちょっと復習も兼ねてですね、見ていただきたいというふうに思っております。動画の構成としましては、リン酸AKのですね、埋没剤の詳しいご説明、どういったものかというのを説明した後ですね、実際それを踏まえて、じゃあどんなリン酸AK埋没剤を選んだらいいのか、このね、選択する時のポイントについてもお話をしていきます。またですね、リン酸AK埋没剤というのは非常にこのね、繊細な化学合成物もありますので、使用上の注意、これも結構大事です。ここもお話ししていきます。ではですね、まず最初に埋没剤というものはどういうものかという概要をお話したいと思います。埋没というのはですね、いわゆるこうメタルですよね、パラですとかコバルト、こういったものをですね、鋳造する際に金属を溶かして冷やして固めていく、これを鋳造というんですけども、この金属というのはですね、溶けて熱い状態が冷えて固まるときにですね、ギューッとこう収縮するんですよね。ですので、この収縮を相殺するためにちょっと大きめね、型に流し込む必要なんですけど、この大きめのこの膨張っていうんですけどね、ここを司るためにあるのが埋没剤なんです。はい、でこちらですね、埋没剤なんですけど、大きく分けて2種類ございます。1つ目は石膏系と呼ばれるもの、それがもう1つが非石膏系と呼ばれる埋没剤です。で、石膏系もですね、さらにクリストバライト埋没剤ですとか石英系の埋没剤、こういったものがございます。クリストバライトですね、大体さっき言ってたこの膨張っていうところでいうと約 1.5% ぐらいで、石英系がね 1.0% ぐらいです。で、価格的にもね、比較的安価ですので、保険で使うね、メタルなんかにはよく使われる埋没剤となります。で、もう1つね、非石膏系と呼ばれる埋没剤が、いわゆるですね、今日深掘りをしていくリン酸塩系埋没剤、これを指します。で、リン酸塩系埋没剤はよりさっきの石膏系に比べてより高膨張、そして強度も高いですので、高融点の、メタルで使うことができます。ですので、いわゆるコバルトレスとかプレシャス系のメタル、こういったものに使っていくのがこのリン酸塩系埋没剤になります。さあ、ではですね、続きましてリン酸塩系埋没剤をさらに詳しくお話ししていきたいと思います。まず膨張率なんですけども、さっき言いましたね、高膨張と言いましたけども、大体ですね、リン酸塩系埋没剤が 2% から 2.2% ぐらいというふうに言われています。で、非常にですね、強度も高いですので、高融点のメタルですね、本当に1000度以上のコバルトクロムですとか、東西焼き付け用の金属ね、こういったものに使うことができるわけです。で、このですね、リン酸塩系埋没剤は先ほど私、化学合成品になるんですけれども、膨張する際もですね、水だけではなくて専用液を使って混ぜて固めていくのも特徴です。で、この専用液はですね、コロイダルシリカというものになるんですけれども、これをですね、原液を入れたり、もしくは水と合わせて入れたりすることで、混ぜてね、固めていって、その際ね、膨張を促していきます。はい、で、このリン酸塩系埋没剤を覚えていただきたいのがですね、この膨張っていうのはね、すごく大事になってくるんですけども、この膨張が2つの工程があるんですね。まず1つがですね、最初の粉と液をね、混ぜてこう固めていくんですけども、ここでまず硬化膨張と言われるものが起きます。要は固まっていく段階で膨張していくんですね。で、この際にですね、熱がぐーっと発生します。で、ここでですね、化学反応が中でブワーッと起こってまして、ここでまずですね、膨張っていうのが行われるんですね。で、この際に熱が発生すると同時にガスも発生していきます。皆さんですね、いわゆるアンモニア臭ね、感じたことあると思うんですけども、ああいったガスも出ますので、ここもしっかり促していくためにもですね、リン酸塩系埋没剤というのは基本的にリングですね、リングレスやっていくというのが非常に大事になっていきます。これですね、鋳造エラーを避けるために結構ね、大事になってくるポイントになります。で、この後固まったね、そしてある程度の温度になったリングをこのリングファーネスに入れて、さらに加熱をしていきます。で、この加熱でさらに膨張を促していくんです。ここがいわゆる熱膨張と言われる2つ目の膨張になっていきます。で、この まさにこの膨張ね、2つの膨張をこう司っていくわけですので、ここですね、やっぱり選び方、そしてね、使い方というのがすごく大事になってきます。逆に言うと、ここをしっかり押さえていると高い適合を得ることができるので、皆さんね、仕事を大きくサポートすることができる。なので、ね、ここからの先のね、動画がさらに重要になっていきますよ。さあ、でですね、このリン酸塩系埋没剤、各種ねメーカーさんから出てますけども、これどういったポイントをね、見て選んでいけばいいのかというところについてお話したいと思います。はい、1つ目なんですけれども、ロットごとのばらつきが少ないメーカーを選ぶということです。これ私、先ほど言いましたリン酸塩系埋没剤の化学薬品なんですね。ですので、このロットごとの配合のですね、ばらつきが大きいと、同じレシピでやっていってもですね、やっぱりこう膨張率にばらつきが出てしまうんですね。で、このばらつきがですね、皆様の適合不適合を、生んでいきますので、このばらつきが極力少ないメーカーさんを選んでいくと、そこにこだわりを持っているメーカーさんを選ぶというのが一つ大事になります。はい、で、2点目に大事なのは、鋳造エラーが起こりにくいものということになります。
シューズエラーが起こりにくいものを選ぶ当たり前じゃねえか、でもこれどうやって探せばいいんだというところなんですけども、ここはですね、一つの回としてはですね、まあ、鋳造エラーっていうといわゆるこの、まあ、バリですとか肌荒れね、素ですとか、まあ、こういったものがあると思うんですけど、特に皆さんね苦しいのはこのバリだと思います。でこのバリがなぜ起きるかっていうと、これはですねさっきお話しました硬化膨張と熱膨張なんですけど、特にこの熱膨張の時に割合が高いとですね、ここでパレッと割れてしまったり中にひびが入っちゃって、ここにメタルが流れ込んじゃうんでバリが起こるんですね。ですこれはですね、まあ、本当に検証していかなきゃいけない部分であるんですけれども、結局この硬化膨張と熱膨張の割合で、よりこの硬化膨張ね固まっていく段階である程度しっかり膨張している方が当然ですね、このひび割れしたり割れるリスクが少なくなりますので、ここがですねこういったまあ配合をレシピをねなっている埋没剤を選ぶというのが2つ目に大事なポイントになります。はい、で3点目はですね、膨張のコントロールがしやすいものになります。やはりですね、リン酸塩系埋没剤は高膨張の、ね、メタルを扱いますので、まだメタルの種類によってこの膨張率が変わってきますから、この、ね、膨張をコントロールしやすいものは必要になります。でこの、ね、専用液を入れていくこの割合とかね、この水を混ぜる割合、ここで膨張のこの何ていうのかな、この影響度っていうんですかね、この専用液のこの影響度が大きい方が当然専用液を少なめにしたり多くしたりすることで膨張をねうまくコントロールできますので、このですね専用液と、まあ、当然これ粉の方もあるんですけれど、埋没剤の方もあるんですけどね、まあ、この組み合わせでこのコントロールはしやすいというのもですね、まあ、いろんなメタルで使っていただく際非常に大事なポイントになってきます。で4点目はですね、これ当然高膨張のものを、ね、使うんですが、まあ、当然高融点のメタルを扱っていきますので、まあ、当然強度が、ね、強くないと、まあ、割れてしまったりということにもなりかねませんので、この強度も強いのも大事です。あと5点目としてはその粉のきめ細やかさ、ここも大事です。ここはですね、粉を実際こう触ったりね、こう混ぜた時のこう質感ですよね、ここで見ていくことができるんですけども、ここは滑らかな方が当然ですね、鋳造した時の面がきめ細やかに滑らかになりますので、後々のね、この研磨工程、ここに影響していくんですね。極力この滑らかな方が当然研磨も楽に済みますので、このきめ細やかさ、ここも結構大事になってきます。で最後ですね、6点目にお伝えしたいのは、これは実際買う時に実は分かるところなんですけれども、このファーネスの焼却温度ね、これはですね、実はできるだけ低いものの方がいいんですね。この焼却温度が低いとですね、その分ですね、まあ、実際こう鋳造した時のこの溶けたメタルにね与える負荷というのも下げることができますので、まあ、結果としてですね、鋳造血管の回避につながるというところにもなりますね。このね、焼却温度が低いのを選ぶ、これもね一つの選び方になります。さあでは続きましてですね、リン酸塩系埋没剤を使っていく時の注意点、これについてお話ししたいと思います。私先ほど言いましたけども、このリン酸塩系埋没剤というのは非常にこの繊細な、ね、化学合成物になりますので、この使い方を、ね、しっかり守ることで高い適合を得ていただくことができます。1点目ですね、この温度、これに非常に注意していただきたいということです。だいたいリン酸塩系埋没剤はですね、まあ、メーカーさんの説明書にある、まあ、だいたいこう、ね、室温と言われる温度になってくるんですけれども、これを、ね、できるだけ守るようにしてください。まあ、一番理想を言うとですね、まあ、このいわゆる粉と液ね、これをですね、まあ、温度を一定できるいわゆるこう保温庫ですとか、まあ、こういったものに入れて保管しておくのがやはり理想的だと思います。でこれですね、この温度っていうんですけれども、別にこの温度が、ね、高すぎるとか低すぎるかっていうのが直接ですね、この粉液に影響し良くないんだというわけでは実はないんですね。だからこれ温度がですね、推奨する温度がずれている、まあ、例えば高すぎるとですね、いわゆる硬化が早く始まってしまうんですね。そうするとこう混ぜてね、いわゆるこの硬化膨張していくときもですね、いつもより早く硬化が始まってしまったりですとか、逆にこの温度が低すぎるとこのね硬化が遅れてしまってというところもありますので、常にですね、こう一定の膨張率っていうのをねタイミングでこう最後ね固めるときに得られないということにつながっていくので、このね一定のこの膨張率を得るためにもこの温度をね、夏でも冬でも同じ温度で使うようにしていく、これがですね結構大事なポイントになります。はい、で2点目なんですけれども、硬化膨張ですね、これをしっかり促してあげるということです。この膨張を行うときはですね、この埋没剤との戦いで一番重要なところなんですけども、リン酸塩系埋没剤というのはこうね、硬化膨張を行うときにこうぐーっと膨らんでってですね、膨張を行います。でここでさらに熱も発生して、さらにあのアンモニア臭のですね、ガスがこう発生するんですけれども、ここをですね、しっかり促してあげるというのはすごく大事なんですね。でこのね固めるときにこの硬いねリング、これに入れてしまうとですね、膨張がこの上の方にしか促されない、これでですね歪みが原因になってしまいますので、必ずリングはできるだけ柔らかいものねを使っていただくのがベストです。でさらにこの硬くなるときに硬化膨張のときのガスが発生します。でこのガスをですね、また同じように硬い中に閉じ込めてしまうとですね、これが実際後々気泡ですとか鋳造素の原因になっていきますので、このアンモニア臭のガスもしっかりねこう逃がしてあげるというのもすごく大事なポイントになります。
はい、で3点目なんですけれども、こう電話の、ね、スピードとそれから時間ですね、この電話機にかけるスピード時間、これをしっかり守っていただくというのがとても大事なポイントになります。僕何回も言いますけれども、リン酸塩鹼マイボス剤は化学合成品です。粉と液混ぜているところからもうね、化学反応というのは起きてますので、この起きている時に早すぎたりですとか、あとね、時間が長すぎる、短すぎる、まあ、これですとですね、狙った通りの膨張というのはね、得られませんので、必ずですね、説明書、メーカーさんの説明書にある通りにですね、やっていただくというのが結果的に一番ね、適合の高いものにたどり着くね、最短経路と僕は思いますので、ここもしっかり守っていただくのをお勧めいたします。はい、リン酸塩鹼マイボス剤の特徴、それからですね、実際その使う時の注意点なんかをお話しさせていただきました。でこれらを踏まえてですね、まあ、明南歯科防疫がこれは全て分かった上で、やはりですね、日本の皆様に使っていただきたいドイツ製のリン酸塩鹼マイボス剤、これがですね、シエラのマイボス剤です。当社はですね、このドイツ製のシエラ、リン酸塩鹼マイボス剤を5つラインナップでお届けしております。金属商用のシエラキャスト、3D プリンターの樹脂にね、合わせて設計されたシエラベスト RP、コバルトのクラウンブリッジ専用にですね、開発されたシエラマジックグリーン、ロングスパンですとか、プレシャス系のメタル、そしてプレスなどね、非常にこう精度が求められる、用途に、使っていただきたいシエラのね、マイボス剤の一番最高級ラインナップになります、シエラフィナン2000。はい、で今ですね、保険導入で非常にね、使用頻度が増えると思います。このチタンね、この鋳造が難しいチタンを簡単に、することができるようにですね、設計されたシエラチタンイージー。はい、以上ですね、5つのラインナップで、明南歯科防疫はシエラマイボス剤を、日本の皆様にお届けしております。でこのですね、まあ、5つあるんですけれども、この共通して言えるですね、シエラのマイボス剤のメリット5つお話したいと思います。1つ目はですね、私特徴でも話しましたけれどもですね、シエラ1つ目のメリットはロット管理が非常に正確であるということです。シェアはですね、工場の横に彼ら専用のラボを設けておりまして、各マイロットですよ、全ロットごとに毎回ですね、鋳造を行って彼らの合皮範囲のですね、中にあるものだけを出荷しております。こう私もですね、実際の工場に訪問させていただいたことがあるんですけども、かなり非常に厳しいね、評価基準を持ってまして、これから外れたものに関しては全てそのロットはね、廃棄するという非常に厳しい環境下の下でですね、バラスを最小限に抑えた形でお届けしている、まあ、これによってですね、日本の市場でもですね、非常にこのシエラの埋没剤っていうのはバラスが少ないというふうに高評価をいただいております。はい、で2点目のメリットなんですけれども、シエラの埋没剤ですね、他社さんに比べると非常にこの硬化膨張ね、この割合が高いということが言えるかと思います。この鋳型の時の急速加熱のですね、いわゆるこのファーネスの中で熱膨張ねが起きている時なんですけど、ここがですね、一番このバリが発生する、まあ、つまりこの鋳型が割れてしまうね、可能性がね、高くなってしまいます。でシエラの埋没剤でこのその前の中の硬化膨張ね、この段階で比較的もですね、すでにこうある程度ね、膨張の方を完了させておりますので、まあ、他社さんと比べてですね、この急速加熱の段階でのこれ膨張ね、ここでのですね、まあ、いわゆるバリが発生する割れですよね、鋳型の割れというのが発生する確率は非常に低くなります。まあ、これによってですね、バリといった鋳造エラーね、これを抑えることができているわけです。まあ、このようにですね、硬化膨張でぐーっとやっておいて、まあ、熱膨張は逆に言うと他社さんより低くするということで、このね、バリの発生を最小限している、これがですね、シエラの埋没剤の2つ目のメリットになります。で3点目はですね、膨張のコントロール非常にしやすいということです。膨張を促すですね、こちらシエラの専用液シエラリキッド、こちらはですね、非常に膨張のね、コントロールが、しやすい、まあ、影響力が高いのでですね、根水率ですね、これを、変えることでさらに膨張を促したり下げたりということのコントロール非常にしやすいというのが特徴で言えるかと思います。またこのシエラリキッドですね、私先ほどお話した5つのラインナップね、これ全てで共通の、専用液となっておりますので、これ1本ね、持っていれば複数の埋没剤に使えるということで、在庫の管理も楽です。4点目はですね、この粉なんですけれども、この埋没剤非常にきめ細やかで滑らかというところです。まあ、ここに関してはですね、まあ、当社の別の動画で見ていただいたりだとか、もしくはサンプルですね、こちらの方を皆さんご提供して、まあ、ぜひね、確かめていただきたいポイントなんですけど、これが非常に細やかでね、滑らかクリーミーですので、実際鋳造した時の面も非常に綺麗なので、実際研磨のね、時間をぐっと短縮していただくことができます。で5点目のね、メリットなんですけれども、このファーネスのこの焼却温度ね、これが他社に比べて非常に低い、この850度というのを実現しているということが最後にお伝えしたいメリットです。大体ですね、一般的にはまあ結構900度以上のね、焼却温度が多いと思うんですけれども、シエラの埋没剤は850度でファーネスに入れていただくことができます。まあ、このね、低めの設定にすることで、まあ、メタルへのね、ストレスを最小限にして鋳造結果を非常に良くすると、まあ、これもですね、他社さんのものに比べてのメリットになるんじゃないかなというふうに思います。
もちろんですね、一般の焼却も可能ですし、急速加熱にも全て5つのね、うまい棒剤対応をもちろんしております。はい、またですね、ちょっと関連商品についてもお話したいんですね。シェアですね、この効果膨張を促すために本気で関連商品に関しても開発して提供させていただいております。でリン酸塩系マイボス剤、このリングですよね、作っていきます。でこのですね、マッフルですよね、これがね、やっぱりこの膨張を促すという意味ではこれが結構大事なんですよ。でシエラのこのマッフルリングはですね、じゃあこれ見ていただくと分かる通り、こう特殊なですね、シリコンゴムを使われておりまして、非常に柔らかいですね。まあ、これによってですね、360度全方位に膨張を促してくれます。はい、でこれね、見ていただけますでしょうか。でこれですね、マッフルリングの中を内面見ていただくとですね、見えますかね、ギザギザになってるんですね。まあ、これによってですね、実は固まった後の表面の面積ね、これが非常に大きくなります。まあ、これによってですね、このアンモニアのガスをしっかり促すね、要は出口が多いということですね。でかつこの中柔らかいのは、これね、このリング自体もすごく通気性が高いんですね。でここの側面からもどんどんアンモニアガスが抜けていきます。これによってですね、中のガスがしっかり抜けて、まあ、気泡の発生を抑えることができると、ここがポイントなんですね。そして、ね、このシエナのリングライナーね、これもですね、僕もいろんな会社のちょっと触ったことあるんですけど、こんな分厚いの僕見たことないですね。非常にこの厚めでですね、しかしそしてこう柔らかくてね、この空気のね、通気性が高い、このですね、キャスティングライナーをさらに巻いていただくことで、よりね、ガスの、ね、放出を促してくれます。これ絶対おすすめです。またこのね、同じシエラが出ているこの界面活性剤ですね、まあ、これを使うことですね、いわゆるワックス体のね、表面張力を下げて、埋没がスーッと入ってね、気泡の発生を少なくする、まあ、こういったものもよく考えられて作られています。はい、でですね、時々今いただくご質問で、シエラ埋没剤の膨張率でね、何パーセントぐらいになるなというね、お問い合わせをいただくことがあるんですけれども、こちらに関してですね、シエラというのは基本的に公表しておりません。このですね、考えの背景にありますのは、特にですね、ユーザーさんというのは膨張率といった細かいことを気にしなくてもですね、まあ、レシピ通りに使っていただくことで高い適合を得ていただける、まあ、そういう製品がシエラ埋没剤だなという考えがございます。でシエラ埋没剤を買うとですね、詳しい説明書が各製品についてきまして、まあ、ここにですね、まあ、メタルですとか、それから用途ですね、ロングスパンなのか、どれクラウンなのか、まあ、こういったですね、ケースやメタルによってこういうふうに使ってください。まあ、例えばこの混水比ですとか、それからですね、まあ、この攪拌のスピード、まあ、こういったものはね、細かく書いてあります。これ通りね、やっていただくことで高いね、適合を得ていただけますので、もうぜひですね、安心してお使いいただきたいなというふうに思います。それでもね、ご心配だという方は、各ね、埋没剤のサンプルを名案提供させていただいておりますのでですね、ぜひ投資宛てにお申し付けください。はい、シエラ埋没剤の良さはですね、一度使っていただければ必ず皆さんにご理解、ご納得いただけると思います。以上、いかがだったでしょうか。今回ね、埋没剤の概要というね、まあ、いわゆるお勉強のお話から最後ね、当社の販売しておりますシエラ埋没剤のご紹介させていただきました。このですね、名難チャンネルでは最新の歯科機材や今日のようなですね、まあ、商品の背景にあるね、この、開発の裏側にあるような、まあ、こういったどんな考えを持ってね、皆様にお届けしているか、まあ、こういったところですね、お勉強的な要素を一緒に皆さんにお届けする、まあ、こんなこともね、どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは。